こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアノティでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はユリさんのペテルギウスです。空にある何かを見つめてたら、それが推しだって君が教えてくれた。まるでそれが僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでいく。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアダム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はユリ、活動は2019年からしました。レイブルはアイオラジャパンです。この曲はフジテレビ系ドラマスーパーリッチの主題歌でございます。この曲は自身のミュージックビデオの前にラファーストテイクで初解禁をしました。それがドラマ放映の前日になってもっと大きい話題になりました。この曲のテーマは人と人のつながりや絆でございます。それで今日の観戦ポイントは、皆さんのいろいろつながりと絆があり方々を思いながら見てほしいです。では行きまーす。목소리가더좋아진것같아요그러니까더좋은마이크를쓰시나 아요즘어쿠스틱기타에관심이많아서기타소리듣는데테일러인가뭐이런생각을했어묵직하긴하네요그냥다른 J-POP 에나오는소리보다 노래너무좋은것같아요 여기서뭔가싱스가별소리같이뭔가만들어주고있는그느낌이너무키라오맞아어이거지이목소리지진짜부드러운과강함을다갖고있는보컬좀되게노련해진것같아요예전보다훨씬예쁠때는더예쁘게내고거칠때는더거치게내는테크닉이더생긴것같아나고그형이형곡기교를안부렸어요진짜그냥기본만한기본중인기본만잘지킨선곡이었는데근데이렇게꽉차게좋게들리기가쉽지않거든요한끗차인것같아명곡이랑명곡이랑심심한곡이랑어울리브나처음에더퍼스트스테이크스테이크테이크 거기나왔을때는이게사랑노래라고생각을했거든근데이무비를보니까아닌거야아여러가지로해석될수있구나라는걸느끼게됐어별이몇광년이렇게표현하잖아요별이있다고베텔기우스가420만광년이러는데지금저희가보는빛이420만년전의빛인데그걸또가사에잘녹여서예전에나도아름다웠구나나도빛나고있었구나베텔기우스에자기를비유했다고하더라고요베텔기우스이제의미중에도쌍둥이집이라는의미가있는데그래서이남자두명의어떤그감정선들이나오지않구나라는생각을해봤어요진짜저렇게친구랑싸워본적도언제인지기억도 안나는글씨도너무좋다어쩔수없이싸운거잖아아今この曲のレビューじゃないんだけど、ドライフラワーのことがユリさんの声が後ろにいたかななんか思って、えこの曲聴いて、え何がちょっと違うんだけど、知ったけどそれがそうだと思いました。まあジャンル的な特性もあると思うんですけど、バラード本当にドライフラワーは本当に入ってる楽器があんま楽器の数があんまなくて、ボーカルが一番前に来ちゃったら本当にボーカルしか聞こえないかもしれないんですよ。楽器が結構多く入ってる曲だったら、まあ、前に出てもいろいろ聞こえるから、ハイ音のせいですね。ハイ音を気にしてるんですよ。おー、なるほど。ちなみになんかボカル的にもずっと研究しているじゃないかなと、
思ってます、うん、なんか最近こういう綺麗系のあの映画みたいな撮影方法は結構流行ってるのかなとちょっと思いました。曲だけ聴くんじゃなくて一緒に見て短編の映画を見る感じで見れる MV じゃないかな、見れる音楽っていう、そういう観点で見たら多分合ってるかな。音楽だけ聴くときは自分の解釈だけなんですけど、それを MV 見たときはいろんな人、いろんなスタッフさんの解釈が入ってるから、まあ、俳優さんだったりそういう美術監督だったり、まあ、照明監督だったり、そうですよね、なんか一人のものじゃないから、本当強いですよね。あ、うん、いや、この太いボーカルも前はなかった、うん、音だと思います。おお。ああ、どうだったんですか。多分ミュージックビデオと派手でかじゃん。ちょんちょんげた。ハプニングはちょんげた。ちょんぶとたちょんげだった。うん。おお。ああ。ああ、ノムイプでした。僕は歌詞をよく見るスタイルなんだけど、あんまりなんか難しい単語とかがないんです。だからなんか理解がもうすぐ理解ができて、あ、自分の話すみたいにシュンなんか入っちゃって日本語大丈夫今ショックよかったんです。ショックが入っちゃってなんか一緒になんかゆりさんと感じれることが本当にいいだったんです。よかったもんかですよね。ジュンさんが言った通り、あの歌詞にも編曲にもメロにもあんまりなんていうかテクニックをめちゃめちゃ入れようとしないんですね、ゆりさんは。テクニックを出してそういう曲をかっこよくするのは意外と簡単なんですけど、テクニックなしでここまで曲をかっこよくするのは本当に難しいことなんで勉強になりました、うん、なんか冬の頭の最初になんかいい曲聴いててよかった、いい作品を見てよかったと。そう、この星が冬の時にもっと綺麗に見えるんだって、うんうん、このベテルギウスっていう星がオリオン座の一番上に赤色で輝いてる星なんですけど、星座っていうのが星は別々だけどそれを人間が見て連結してなんか話も作ったりやるじゃないですか。もう自分の解析なんですけど、人と人があんまり関係ないかもしれませんけど、その関係が全部つながって一つの星座みたいに綺麗な絵みたいになれるかなと思って、もともと関係を大事にしようと思いました。ゆりさんがもうプロになったじゃないですか。でももっと誇る的にも発展できるのが、あ、さすがプロはもうプロがなってももっと自分のことを勉強しながらもっともっと進めるのがプロじゃないかなと思いました。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。